術師ミスプラメよ。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。バレンタインキャラクターピックアップというわけで、もうすぐ、本日撮影の日にちが2月1日。いよいよバレンタインの時期になってきました。まあバレンタインなんか縁ないんですけどね。というわけで、こういう風にチョコレートパニックというイベントも1月31日から開催されておりまして、おー、ケオンのミオ&リツのユリや逃避行が始まるということで、同級生それに合わせて、バレンタインのキャラクターピックアップ召喚というのも行って、うらら迷路町の小梅、CV 久保ゆりか、および軽音のミオ、CV 日笠陽子ということで、こちらの星5の、独自キャラクター、書き下ろしのキャラクターがを獲得することができます。やっぱりミオ可愛いな。コメもなかなかいいですね。うらら迷路町の、特別セレクション召喚も、もう多分2月1日まで今やってるんですけど、まあ、動画のアップには間に合わないかな。他にも期間限定ということで、アルシーブ、どこのアルシーブかな、ケアファンタジアのオリジナルキャラクターなんだ。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は帰るよ。実は僧侶なんですよね。トレーニングから戻ってきます。夜遅くに偉いわね。山思いほか。いい感じよ。ただいま戻りました。よくできました。レベル上げてますね。さあ400枚超えました。いつも会社に泊まってると思われるんだ。召喚をやってみましょう。と言っても。はい、星5もたくさんあるんですけどね。聞くのはこちらです。ステップアップガチャになりますからね。星5確定用チケットは欲しいです。なんだろう、特別セレクション召喚って。まあいわばうらら迷路町のためですね。こちらも 2% ということで、では行ってみましょう。ステップ4回目です。まあ、確かに7回は遠いよね。行ってみましょう。さあ星4以上です。お、これは星4ですね。桜トニックのソーダユー。お、また星4以上。おー、本命ですね。よく見るチア。さあまた星4以上。
加速します。野原ゆず子、これもすごい。池の楓、星を4つですね。早くも園田優だよ。戦士になって暴れるぞ。七原ゆず子、猫耳戦士だにゃ。なんつって池の楓です。お、いいですね。おや、これはアルケミスト、錬金術とかそういうのでしょ。私に向いてるな。あれこれいろいろ試せそうだし。ん、いたずら、ペーパーノイズかな。まさか、戦いの話だよ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。うん、今いつでもと言ったよね。はにゃ、ダメ。ではクエスト行ってみましょう。おっと、という前に商店街でレンドショップで交換してもらわないとね。眠くはない、問題ない。かわいい。どれにする？クエストに戻りましょう。メインクエストもあるんですね。メインクエストは砂漠です、まあ、今回はチョコレートパニックということでストレイモードを進めていきます。さあ、剣王の2人ですね。倒れたミオが卑怯を決めた。ミオが追われてるみたいですね。誰だ、女の子。チョコレートパニックということでミオの追っかけだったりして。チョコレートパニック遊び方、イベントで素材をゲットしてトレッドショップで交換しようということで、イベント素材、タロットカードやファンレターが入手できます。まあ、いつものでしょうね。いつもの商人ってなんだ、さっきのあの子とこのお店で交換してもらうためのいつものですよね。で、シオンのバレン、リツのバレンタインバージョンや、牛ごキャラクター武器を進化に必要なエトアリウム、牛ごキャラクター専用武器の進化に必要なエトアリウムですね。2月22日までに交換してね、ということで、タロットカードを1個集めると、星4率バレンタイン僧侶両属性を仲間にできますということで、これが星4率バレンタイン バージョンですね。お手並み拝見といこうか。では進めていきましょう。どうせやるならやってやれ。やる意味深。そうですね、5章ぐらいまで行きますか。いつもの軽音の人たちです。あ、おいおい、もう。でもよ、お、2人の女の子が、うん、リアクかな。甘い食べ物を簡単にもらったものを口にするのは良くないですね。そうなんですよ。ふふ
そうだな。でしたら、手元になる。確か。いいですね。でも、じゃあ。ハレム状態ですね。どうせやるならやってやれ。そうね。おお。あの、もういない。おい。ダメです。ミオ登場。でもよ。体重が。あ。そうだね。でも。そっか。は。じゃあさ。あら、これはユリだ。どう？よし、やるぞ。さあ、しばらくバトルをない話が続きます。待て待て、ガチ恋が多い。ああ、なんだろう、チョコレートハート型。これドラえもんのバイバインがあるんじゃないの？ほう。お？誰が？かわいい。え？ドラえもんの層。何よ。そうね。油断すんな。柔軟。大事なのは勢いだよ。なかなかバトルにならないですね。ナナ、あ、お、いい衣装、綺麗、可愛い。すごいな、そのこれは惚れちゃうわ。わかる。お前がチョコになるんだよ。ん？そうか。お、なんだろう。うわ、ストーカーかな。お、殺到。え？モテモテ。ん？怖いわーこれ。バンバンバン。誰やろ。おお、すごい、親衛隊ミオ。うわ、なんか入ってんのかな。触りたい、俺も。お、喧嘩してます。え？
キャーキャー、殺到。ハグしたい。マリアナフレンズよろしくね。笠陽子がやってます。お、逃げ出した。女の子お前から。すごいな、音だな。ば大地が弾むな。どうせやるならやってやれ。女の子とバトルすんのかな。さあ当てて逃げます。ああ、よかった。可愛いですね。ケモってこんなんだったっけ。なんかお茶ばっかり飲んでる。大事なのは勢いだよ、勢い。バブしてるイメージあるけどな。属性のキャラクター今これだけ持ってるんですけどね。まあボーナスもらえるということなんでこのまま行きましょう。月属性もそろそろいいっす。ちょっと揃いたいよな。九条カレン、だがありがとう。コルグはかくまったんですね。問題ない。問題ないよ、汎用性。うん、一緒。あ、もしかして。おーっと、変態、危険。え、ユリ把握。把握？問題ない。効果ない？当然。え？全身から甘い匂いのする特殊なフェロモンが出るようになる。それがミオから出てたんですよね。おいおい、ふむふむ、吐く。扱ってたんかよ。そういえばコルクはどうして平気なの。リツだっていつも通り。リツはいつも通りっていつも通りがあれだもんな。
当然。そっか。多分。ふむふむ。ところで、数ヶ月外に出ないって辛い。え？来た。この回バトルかな。この声誰だろう。そういえば、おそらくホラクを使ってんのか。これはん？誰か登場人物なのかな。パキッて見せよ。気持ち追うなよ。お前かよ。そんな見覚えあるだろうな。右誰だろう。どうしてもランプはユリ属性が高い。いいし表情、綺麗な髪、時々見せる可愛らしい一面、わかるよ。辛抱たまりません。大好きです。結婚します。渋谷区かな。婚姻届もすでに用意しちゃいました。私たち結婚したいんですが、よ、私とミオ様の素敵な未来のためにも、隠さないでミオ様に会わせてください。ちょっとミオさんと結婚するのは私よ。何言ってんの、あなただけのミオさんじゃないわ。ダメです。お、あずさが。あずさが。そういうことか。わかる。強力なライバルですね。こうなったら。え、ランプが敵に出てんの？これは、あおお、そうね、やだな。そうなのだよ。最初から練習しな。いつも甘やかしてますね。ですね。やった！マジヒ！はい！ジビ！いや！やあ！やれ！必殺！さあ、なんだっけ？きますよ。一発で倒しました。わーいわーい、勝っちゃった。さあ、ラブレーターを2ついただきました。どうせやるならやってやれ。引き続きですね。木本ひふみで行ってみましょう。張り切って行きましょう。考えるのは後回し。今回は初手からバトルですね。
倒しました。やったー、勝った勝った。さあ逃げますが、淵田美桜、どうしたんだ？おい、さっきのシーンですね。おっと、どこに行ったんだ？おや、フラドル。誰？はっ、どうせやるならやってやれ。非常に謎の相手ですね。ここでですね、一旦終了したいと思います。また次回、やっていきたいと思います。交通機楽しみですね。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。